グリム童話集、金田喜一役、百三十三、踊り抜いてボロボロになる靴。昔々あるところに王様がありました。王様にはお姫様が十二人ありましたが、それはその一人を美しいと思えば、その次その次のはもっともっと美しいという美人ぞろいのお姫様でした。 お姫様方は大広間に命名の寝台いがずらりと並んでいてみんな一緒に寝ています。それで毎晩お姫様方が男へ入ると王様が入り口の戸を閉めてん抜きをさすことになっているのですけれども明くる朝王様が戸を開けてみるとお姫様方の靴は踊りに踊り抜いてボロボロに壊れています。 どうしてこんなことになるのだか、誰にも訳がわかりません。そこで王様は、どこの誰でも構わない。夜の夜中にお姫様方のダンスをする現場を見つけた者は、その中の一人をより取って自分のお嫁さんにして、王様が亡くなった後はその人を王様にしてやる。もっとも、私がやりましょうと申し出ておいて、 三日三晩経っても嗅ぎつけられないものは命を取られるのだぞというお触れを出しました。やがてどこかの王子がやってきてこの一六勝負をやってみると言い出しました。ようこそおいでというわけで日が暮れると王子はお姫様方の下士なる大広間の隣のお座敷へ案内されました。 王子の寝床はちゃんとそこに設けられていてお姫様方がどこへ行ってダンスをするのだかここでよく気をつけているように言いつけられそれからお姫様方が内緒で何にもできないようにまたどこかよそへ出かけないように広間の入り口の戸は開け放しにしてありましたところが王子は目の上に まるで鉛でもかぶさっているようで、ぐうぐう寝込んでしまいました。それで、あくる朝目を覚ましたときには、お姫様は十二人とも舞踏を済ませて、ちゃんと帰ってきていました。そこに置いてあるみんなの靴の底が穴だらけなのですから、それに違いありません。二番目も三番目もその通りでした。 それで王子は情け容赦もなく首をはねられてしまいました。それからも大勢の人がやってきて乗るか反るかのこの掛け事をやってみましたけれども誰も彼もみんな命を捨てないわけにはいきませんでした。ある時怪我をしてもうお勤めのできなくなった気の毒な兵隊さんが一人、 王様の住まっている都の方へとぼとぼ歩いて行ったことがありました。その途中出くわしたのはどこかのおばあさんで、お前さんどこへ行きなさると尋ねたものです。兵隊さんは、自分でもよくはわからないんだと言いましたが、冗談半分に、それはね、あの評判のお姫様方が、 どこでダンスをやって靴を履きつぶすのだか、そいつを探り出してな。それから、おいらが王様になってみたいとは思わないこともないんだがね、と付け加えました。そんなことなら、それほど難しいこっちゃないやね、とおばあさんが言いました。お前さん、夜になって出てくるぶどう酒を飲んではだめだよ。それからね、 正体なく寝込んだような真似をしなくちゃいけないよ。話の後ですぐおばあさんは兵隊さんに小さな釣り金マントのようなカッパを渡して、これを羽織るとね、お前さんの姿が見えなくなる。だから十二人の後からこっそりついていけるわね、と言いました。 いいことを教えてもらったので、兵隊さんは冗談どころではなく、しっかりお腹を決めて王様の前へ出ると、お姫様は私が頂戴いたしますと申し上げました。兵隊さんはこれまでの人たちと同じようにもてなされ、王様の着るような衣装を着せられました。日が暮れて、 いよいよ寝る段になると、兵隊さんは、お次の控えの前、案内されました。それから、寝床へ入ろうとすると、一番年上のお姫様が、う酒を足つきの酒に一杯持ってきました。けれども、兵隊さんは、顎の下に海面を縛り付けておいたので、それにお酒を吸い込ませて、 自分は一しずくも飲みませんでした。それからごろりと横になって少しの間そのままにしていましたがやがてすっかり寝込んでしまったようにぐうぐういびきをかきはじめました。これを十二人のお姫様が聞きつけて笑いました。一番のお姉様はここへ来なければ あの人も命の倹約ができたのにね、と言ったものです。それからみんな寝床から起きて衣装ダンスを開ける、いろんな箱を開ける、きらびやかな着物を取り出して、鏡の前でお作りをして、羽もありながら舞踏を楽しみにしています。ただ、一番末のお姫様だけが、 お姉さま方はみんなうれしがってらっしゃるけれどあたくしはへんなきもちがするの。なんだかわからないけどあたくしたちにきっとなにかたいへんなことがあってよ」と言うといちばんうえのお姉さまがあんたおばかさんねえしろがんみたいにいつでもビクビクしているわよとたしなめました。 今までに王子様が幾たりも幾たりもここでしくじったのをあんた忘れたの兵隊なんぞには本当は眠り薬なんてやらなくってもいいくらいなんだわ。あんなデクノボ薬を飲ませなくっても目を覚ましっこないことよ。支度がすっかり出来上がってからみんなは初めて兵隊さんの方を眺めました。けれども 兵隊さんは目をつぶったまま点で身動きもしないので、これならもう大丈夫だと思い込んだものです。それで一番年上のが自分の寝台のとこへ行って寝台をコツコツと叩くと寝台はたちまち地の中へ沈んでその穴を通ってお姫様方は僧侶の型を真っ先に一列になって 順々に下へ降りていきました。これをすっかり見届けてから、兵隊さんはぐずぐずしないで例のかっを羽織ると、末のお姫様にくっついて一緒に下へ降りていきました。だんだんの中ほどで、兵隊さんはお姫様の衣装をちょいと踏んづけたので、お姫様は肝を潰すまいことか、 どうしたのよ誰か私の着物を掴んだのと大声をあげました。バカなことをしゃいと一番上のが言いました。あなた、鍵へ引っ掛けたのよ。そんなことを言っているうちにすっかり下へ降りました。下へ降りきってみるとみんなの立っているところは恐ろしくきれいな木が トンネル見たように枝を差し交わしている並木道でした。木の葉という木の葉は一枚残らず銀でキラキラピカピカ輝いています。兵隊さんは一つ証拠を持っていこうやと考えてその枝を一本折りましたらピシーリという恐ろしい大きな音が木から出ました。末のお姫様はまた ただことじゃないわ、今の音が聞こえて、と大きな声をしました。すると一番上のが、あれはね、私たちがもう王子様方を救い出したも同様なので、その祝報なのよ、と言いました。それから今度は、この葉が一枚残らず金でできている並木のトンネルへ入り、その次には、とうとう、 透き通ったダイヤモンドの葉の茂っている三番目の並木道へ入りました。この両方から兵隊さんは枝を一本ずつ折って取りましたが、そのたんびにピシリという音がしたので、末のお姫様はびっくりして縮み上がりました。けれども僧侶のお姫様は、あれは祝法だと言って承知しないのでした。 それからまた先へ先へと進んで大きな川の岸に出ました。川には小舟が12層浮かんでいて、船には美しい王子が一人ずつ乗り込んでいました。王子たちは12人のお姫様方を待ち受けていたもので、命々お姫様を一人ずつ自分の船へ乗せました。兵隊さんは 末のお姫様と一緒に乗り込んだものです。そうすると、その船に乗っている王子が、どうしたのだか、今日は船がいつもよりずっと重たい。船を進めるのに体中の力を出してこがなくっちゃならない。というのです。陽気が暖かいからに決まっていますわ。とお姫様が言いました。 私も随分暑苦しいような気がしてよ。ところで、川向こうには、明かりのカンカンついている立派な御殿があって、その中から鍋太鼓、かっこティンパニーや、ラッパのウキウキした音楽が鳴り響いてきます。王子たちは、船を向こう岸へこぎ寄せて御殿の中へ入ると、 命名、自分の仲良しのお姫様を相手に舞踏をしました。兵隊さんもお仲間入りをしましたが、これは姿が見えず、誰かお姫様がぶどうしを継いだ酒好きを持っていると、それを飲んでしまうので、肝心の当人が口にあてがった時には、酒好きはいつでも空っぽなのです。末のお姫様は、 なんだか変だと言ってしきりに心配するのですが一番上のがそのたんびに文句を言わせないようにしてしまいましたお姫様方はここで明る朝の三時まで踊り続けましたら靴が残らずダメになったので仕方なしに舞踏をやめにしました王子たちはまた川を渡してみんなを送り返しました 兵隊さんは今度は一番先の僧侶のお姫様の船に乗りました。岸に着くとお姫様方は、明晩また参りますと約束して王子たちに別れました。それからみんなが階段のとこまで来ると兵隊さんは先駆けをして寝床へ潜り込み、十二人がくたびれた足を引きずってノロノロ上がってきた時には、 またみんなに聞こえるような大いびきを書いていました。この人なら大丈夫だわ。お姫様方はこんな口を聞きながら立派な衣装を脱ぎ捨ててそれを片付けダンスで壊した靴を寝台の下へ入れてそれから横になりました。明くる朝兵隊さんは何にも言わず この不思議なことをもっと見物するつもりで、二番目も二番目も一緒にくっついて行きました。この二番とも何もかも初めての時と同じで、いつでも靴がバクバクになるまで踊り続けるのです。三度目の時には兵隊さんは逆付きを一つ証拠に持って帰りました。それで、 いよいよお答えをしなければならない時になると、例の木の枝を三本と、それからこのお酒好とを服の隠しに入れて、王様の御前に出ました。十二人のお姫様方は、戸の陰に隠れて、兵隊さんがどんなことを申し立てるかと思って、一生懸命に立ち聞きしていました。王様が、 わしの十二人の姫たちは、夜分どこで舞踏をいたして靴を壊すのか、と尋ねると、兵隊さんは、舞踏のお相手は十二人の王子様方、場所は地の下の五点、とお返事をして、事の成り行きを話し、証拠の品々を取り出しました。そこで王様はお姫様方を呼び寄せて、 この兵隊の言うことは本当かと聞いてみました。お姫様方は自分たちの内緒事がすっかり嗅ぎつけられていて、そうでないと言っても何の役にも立たないと思ったので、いやおうなしに残らず白状してしまいました。その後で王様が兵隊さんに、どのお姫様を家内に欲しいかと尋ねました。 兵隊さんは、私はもう若くはございません。一番お年上の方をいただきと存じます。とお返事をしました。そこでその日のうちにご婚礼があって、それから王様のお隠れになった後は、兵隊さんに王様のお国をやるという約束ができました。それから例の王子たちの方は、 みんなが十二人のお姫様方を相手にとうをした夜の数だけ、その日数だけ魔法の虜になっている日が伸びることになりました。